けなくなるね。いや、この前よりは介入はしてないんだけど、ええ、やっぱね、最後アクセル踏んでもうーって、はい、ドリフトはしてるんだけど、うーっていうドリフト、あー、うわーっていうドリフトではない。さあ、DKTV では毎度おなじみ3度目のダッチチャレンジャー800馬力です。今度はトラコンから何から全オフで軍勢を攻めてみたいと思います。まあ今まではね、トラックモードにしてなかったりマニュアルにしてなかったりして、ちょっとだけこう電子制御は介入しちゃってたんだけど、今回は軍勢は全オフでいきます。は効くわ、よく曲がるわ、パワーすげえわ、すげえ、めっちゃ速い、速い、素晴らしく速い、ブレーキめちゃ効く、ちょいいじゃんね、2度以上回るんだよこれ。結構曲がってるよこれ、2度以上あるくせに。曲がる、大したもんだ、すげえ、速え、めっちゃ速え、アメリカンマッスルだよ、めっちゃ速え、電子制御オフ、すげえ、めっちゃ速いわ、いや、いいよこれ、結構目がついてかね、 GT500 並みの速さだよこれ、ね、めっちゃ速い、ほんと速い、とんでもなく速いよ、ほんとに GT500 並みだよこれ、あ、ブレーキ甘くなってきたぞ、あ、結構全開ですよこれ、すげえわ、負けもんだ、とんでもなくない、とん
200キロ出てるっつら怖いんですけどねえ、っていうスピードが出てるよこの下りで。バランスもいいんだろうね、こんな2度以上あって曲がってくもんね。トルクあるしね、よく曲がるよね。この辺からちょっとブレーキ甘くなるね。そりゃしょうがねえよな、こんだけ重いんだからさ、こんだけ速くて、それはしょうがない。いい音するね。しかしアメリカン V8 トルクすげえよ。よく曲がるよ。いやすげえよ本当に。面白いわこれ。こんなでかくて重たいクジラみたいなやつが曲がる。すごい。うん、すげえすげえ。あ、ブレーキやばい。冷やして帰ろう。スコーンって今入ったね。これはやばいぞ。調子に乗ると痛い目に遭う。800馬力すげえなこれ。本当に GT500 並みの加速だよこれ。パワーといいトルクといい、すごい。ほんとすげえやん。さすがダッチチャレンジャーレッドアイ。800馬力だてじゃない。あ、ブレーキやばい。めっちゃやばい、ブレーキめっちゃやばい。あ、やばかった今。床までついた。あ、頼むよブレーキ。よかった飛ばさなくて。これ飛ばしてたらもうアウトだよ。今ブレーキ床までついてます。やべえ。頼む頼む頼む、ブレーキ聞いてよ。ヘアピンだよ。いやーすごいねだけどね、虫の知らせだよ今。1コーナーでスッて入ったから、あーなんかやばいな。今床までついてます。ブレーキ抜けた、ブレーキ。前回で前の週みたいに行ってたらめちゃやばかった。ブレーキが効かないのよ。死ぬかと思った。もう杉尾くんどころじゃないから本当に。こんなのだってあの下りで200キロ超えてんだよ。冗談でしょうね本当に。もう杉尾くん問題じゃない。もうこれに乗って。いやー、ビビ